今年4月、愛知県東郷町に開園した認定こども園、太陽和合こども園。東郷町などによりますと、先月上旬、1歳児のクラスを担当する4人の保育士が、園児に対し暴言を浴びせる不適切な保育を繰り返していたといいます。今月10日に開かれた保護者説明会で明かされたその内容は、ありえないものばかりでした。お子様の名前に続けて、嫌われ者はここ、とか、本当にこの子嫌だ、とか、本当腹立つこの子、とか、うちは根本賃が多い、いい加減にして帰りなさい、頭、元気するよ、とか、保育教諭からそれを言われた子供からすれば、子供の人格を否定することが、まだ1歳の園児の人格を否定し、危害を加えることを示唆する脅しのような言葉も。先月、保護者から町に対し、こうした発言を録音した音声データが提供されたことで、問題が発覚したといいます。園を運営する法人の理事長は、東海テレビの取材に、4月に開園したばかりで、職員への指導教育ができていなかったとコメント。保護者の間で広がる園への不信感。先生の業務内容が負担になって、そういうことがもし起きてるんだったら、先生だけの責任じゃなくて、園の責任もあるのかな。あることは正直に話してほしいっていうのがあるので、返答が返ってくるのにものすごく時間がかかるので。問題のあった1歳児クラスに子どもを通わせている保護者からは、改善を求める声が上がります。定年できるなら今すぐ定年したいという方もいっぱいいるんですけど、保険が無理ですと長から言われているので、受け皿がないからに仲寄らせているので、とりあえず子どもたちの安全だけを守ってほしい。運営法人によると、暴言を繰り返した4人とこの状況を放置した1人、合わせて5人の保育士はすでに全員自主退職。聞き取り調査に対し、担任同士の人間関係から1人の保育士のやることに逆らうことができなかったという説明をしている保育士もいるといいます。私は本当信頼してたので、こういうことが分かって、すごい残念だったな、ちょっと口がきついなっていうふうに思うことはあったんですけど、保護社会に関してはもうなんか包み隠される感じで、そういうなんかもう全然親が納得するようなことが話としてなかったので。退職した保育士からは、保護者への説明や謝罪の申し出はないということです。